フレンチセール、スチーマータリスマンタリスマンは、フランスの規範船で、フランスによる深海生物調査に用いられた。19世紀半ばまでは、海洋の深海に、生物は存在しないと考えられていた。例えば、ニコラ・ボーダンの率いた艦隊で、オーストラリア沿岸を調査した、博物学者、フランソ・ワペロンは、海洋の底は氷に覆われていて生物は、 存在しないと主張し、地中海を調査したイギリスの海洋学者、エドワード・ホーブスは深さとともに海洋生物が減り、500メートル維新は無生物体であるという説を発表した。その後、ノルウェーのミハイル・サーシュンが1850年、500メートル維新の海から19種もの生物を発見し、当時始まった海底通信ケーブルの付設作業からより深い海域でも、 生物の存在が確認されると各国で深海生物の調査の機運が高まった。イギリスのチャールズ・ワイビル・トムソンとウィリアム・ベンジャミン・カー・ペンターは1868年からライトニングで北、大西洋の調査を行い、有名なイギリスのチャレンジャーによる海洋調査が行われたのは1872年から1876年にかけてである。 フランスでは830トンの蒸気船、トラバイエを使って、動物学者のアルフォンス・ミルヌ・エドワールと海洋学者のレオポールド・フォランラによって1880年からビスケー湾の深海調査が始められた。トラバイエより大型で能力の高い海洋調査船として選ばれたのがタリスマンである。1862年に浸水した全長70メートル。 排水量1270トンの蒸気船で、機関出力も高く、8000メートルの海底の調査が、できる長さの直径10ミリメートルの鋼鉄製ワイヤーを装備していた。巨大なドラムと、ウィンチからなる補助装置で鋼鉄製ワイヤーが操作された。タリスマンによる海洋調査は1883年から始められ、船長はトラバンエでも、船長を務めたパルフェが務めた。 6月1日にアルフォンス・ミルヌ・エドワールが乗船したタリスマンはロシュフォールを出港し3ヶ月間の航海で140回の海洋屈作とトロール調査を行い主に水深1000メートルから5000メートルの生物資料を集められたタリスマンはポルトガル、モロッコの海岸、カナリア諸島、カーボベルデ諸島を調査しサルガス総会を横断しアゾレス諸島に停泊し ガスコーニワンに戻った。イカの種、マグネピナタリズマニーフィッシャージョービンやマキガ貝の種、カリアートラピスタリズマニーローカーなど多くの種の、学名にタリスマンの名前が付けられた。ディス、シュワルツ、アストリッド、イー、フーイエーオカロジー・ム・ウィスンシャフトリカンウント・カルチレラン、コンテックスト、ミュンヘン2000、アーカイブされたコピー。 2011年7月25日時点のオリジナルより、アーカイブ。2011年2月10日閲覧。http://www.tmbl.gu.se/.libdb/.taxon/.personet/.mol/.exped.html。ありがとうございます。